い、皆さんこんにちは、リンクの黒田レイです。なんと今日もというか、前もみんなにカバンの中身チェックという急遽のドッキリをしたんですけど、今回はリンクキューティーにもしも黒田レイの主婦がおばあちゃんだったらドッキリです。見ての通りこのおばあちゃんっぽい服装で、靴下もね、こういうなんていうんですか、ベージュカラーにスリッパを履いて、まあ今日今から YouTube 撮影して沖縄にみんなで旅立つんですけど、沖縄これで行くよっていう、当たり前かのようにレイは可愛くないみたいな感じで接したいと思うので、みんなを騙せるように頑張ります。いつも可愛いですね。ありがとうございます。今日はお嬢さんっぽいですね。お嬢さんっぽいけどイヤホンぶっ壊してるちゃうですね。そういうさあさんは、いや、今日はですね、あ、はい、今日の格好、あ、今日のこのポイントは以上です。すごい。なんか言うことがない。次の第二問いきます。お、次の議題は。おはようございます。おはようございます。次の議題は、レイさんが珍しく遅刻してきたことについて。レイさん、その理由を。レイさん、センター行きます。センターで。はい。どうぞ。レイさん、回しで。すいません。かわいい。レイさん。素材がいいです。通気性がいいです。あとここが開くよ。すごいね。めっちゃすごいです。めっちゃ通気性。この日焼けもせず沖縄を楽しめれるっていう。あ、そうや。それなら。まだめっちゃないから。あ、来た。まず今日は企画会議、はい、企画会議で YouTube を撮ります。企画会議はじゃあれいちゃんが進行でいいですか。はい、ちょっと待って、最初一人でいいですか。いいよ、もう白帽子かぶろうか。白帽子かぶろうか。合わせてきたみたいな感じで。ないな。俺とレイがババアみたいなバカじゃないよ。レイちゃんがババアみたいな。ババアみたいな。いや、でもババアみたいな格好じゃなかった。ねえ、ひどいですね。ひどいことないよ。マジで。いや、めっちゃレイがババアみたいな格好やなと思ってから。本人見えますか。いやいや、いますよ。カメラ映ってる。いますよ。あ、やばい。マジでありえないです。マジでありえない。それはダメです。さん本当にダメです。正直15年ぐらいです。正直15年ですよ。本当にそれはありえない。マジか。そんな人にやったら難しいね。そう思わせる格好や。普通に好きですけどね。怖くないですか。怖いでしょ。怖いじゃないですか。全然怖い。レちゃん甘いんですか。はい。何ですか、ブラウニーですか、いいんですか。とりあえずもしも、もしも黒田レイが私服がおばあちゃんだったらドッキリでした。イエーイ。言ってたんですけど、もうっていうドッキリだったんだけど、みんなの反応が別に怖くないですか。なんでだったっぽかったから、もうそんなドッキリにならなくて、そうちゃんぶち切れる。見てる。
そういう時でした。はい、さんは優しいってことですね、結局。優しいからあんまり言わないっていうことでした。